8月11日午前0時、日本時間午前9時までに調べたウクライナの戦況です。ハイライト、戦況図の説明が終わった後に、注目したい事柄、トピックスをお伝えします。8月10日のハイライト。10日、日中は前線で合計25回の戦闘が発生しています。ロシアの首都モスクワでドローンが飛来しており、ロシアの防空システムは効果がなかったとロシアメディアに報道されているようです。詳しくは爆発・炎上で。ロシア軍はクピヤンシク方面で攻勢を続けており、ウクライナ軍はクピヤンシク方面で住民に対して避難命令を出しています。他の地域では戦闘は少なめで、大きな動きはありません。詳しくは地域別戦況報告で。天候に関する報告。2023年8月10日から11日、ウクライナ全域、雷雨と雨、風、毎秒4から10メートル、最高気温29度、2023年8月12日から15日、土曜日から火曜日、北部、ほぼ曇り、北部以外、晴れ時々曇り、最高気温28度から33度、天候が崩れてきており、作戦にも支障が出る可能性があるでしょう。ロシア側での爆発・炎上。モスクワ州オディンツォボ。速報によると、セベルナヤ通りの倉庫が燃えているとのこと。爆発の後に火災が発生した模様です。現時点で詳細は不明です。親ロシア派とロシアに占領されているドネツク州のヤシヌバタで爆発が報告されています。ヤシヌバタはアウディーイウカ要塞のすぐ東にある町です。ウクライナ軍の砲撃により何かが誘爆したとみられていますが、詳細は分かっていません。また昨夜、モスクワのドメドボ空港近くのビルにドローンが衝突しました。ロシア軍の防空システムがドローンの撃墜を試みたが効果はなかったと報じられています。また別の情報では、ロシア軍の防空ミサイルがビルを直撃したとの情報もありますが、現時点では未確認です。この影響で、
前線で負傷した兵士を乗せた航空機がモスクワに向かって飛び立てず、空港で負傷兵が待たされる事態となっているようです。ロストフの飛行場では、航空機から負傷兵が降ろされ、滑走路で寝そべって待機しています。悲惨な光景です。ロシア軍の損失に関わる報告。戦死した兵士の数580名、7日間平均621名となっており、前日より大きく減少しています。航空機を含めた損失額は5800万ドル相当と推定されており、地上装備の損失は64台、7日間平均の損失台数は60台。主要兵器の損失数は、ヘリ1機、無人機4機、戦車16両、砲15門、装甲車両13両、非装甲車両16両となっています。空爆に関する報告。ロシア軍の空爆回数は、データが更新されておらず、本日は不明です。ウクライナ軍の空爆は、ロシア軍の集結地、あるいは基地に対するもの10回、指揮所1回、その他の目標に1回の、計12回実施されました。長距離打撃兵器に関する報告。ウクライナの長距離ロケット、ジーマーズなどによる攻撃は、ロシア軍の集結地、あるいは基地に対するもの1回、砲兵システム目標6回、電子戦通信装置1回、倉庫、弾薬庫などで1回、指揮所3回、その他の目標に1回の、計13回実施されました。次に、戦況について、戦況図を使ってご説明します。クピヤンシク方面、ハルキウ州クピヤンシク地区のウクライナ支配地域において、戦闘地域に近い37の居住地の住民の強制避難が発表されています。ウクライナ側は今後もロシア軍の攻撃が続き、激化すると予想しているようです。ロシア軍は、新キウカの西のオスキル川沿いからペルショットラブネバに至る線で、攻撃を続けています。一番の激戦は、新旧家の西のオスキル川沿いにある森林地帯で、ウクライナ軍はこの地域に予備兵力の一部を投入した模様です。ウクライナ軍参謀は、新旧家周辺とイバニウカの2カ所で、ロシア軍の攻撃を撃退したと発表していますが、その他ビルシャナの南、ペルショットラブネバの南でも、ロシア軍の攻勢は続いています。また、ロシア軍は10日も激しい空爆をウクライナ軍陣地に対して行っています。スバトベ方面。ロシア軍はノボセリウシケ付近で攻撃行動を続けており、ウクライナ軍も防戦しています。ウクライナ軍参謀本部は、ノボセリウシケの南側で、ロシア軍を撃退したと発表しています。ノボセリウシケの町が、どちらの支配下にあるのかは、依然不明のままであり、グレーゾーンのままとしています。ロシア軍は、10日はナディア付近で、攻勢に出ていますが、この攻撃は失敗に終わっており、ロシア軍は撤退しています。一方のウクライナ軍に関して、本日は全く情報が入っていません。
クレミンナ方面。この方面ではロシア軍の攻撃、ウクライナ軍の反撃ともに情報がありません。シベリシクリシチャンシク方面。ロシア軍は10日もビロホリフカに対して北側と東側から攻撃を行っていますが、ウクライナ軍により撃退されており、10日の攻撃では新たな前進はできませんでした。ロシア軍は他にもベルフニオカムヤンシケに対してゾロタリウカ方向から攻撃を行ってきましたが、ウクライナ軍により撃退されています。ロシア軍はさらにスピルネの北と南でウクライナ軍陣地に対して攻撃を始めており、北側ではロシア軍がウクライナ軍陣地の一部を占領し支配地域を広げています。ロシア軍はここでも空爆と砲撃でウクライナ軍を弱体化させた上で前進しています。南側の攻撃はウクライナ軍陣地に阻まれており、突破することはできず撤退しています。この方面でウクライナ軍は反撃を行いませんでした。東部バフムト、アルチェモスク方面。バフムト市内及びその周辺の戦況です。昨日の動画でベルキューカの南側でロシア軍が前進しているが、どこまで前進しているのかはっきりしないので、グレーゾーンを多めに取っておくということでご報告しておりましたが、本日詳細が分かってきましたので戦況図に反映させました。ロシア軍はベルキューカの南西にあるベルキューカ貯水池の北側沿岸を再占領し、ベルキューカの南側での昨日の想定よりさらに西に進んでいたことが判明しました。よってロシア軍支配地域がベルキューカ貯水池の北と南東で増えています。またロシア軍は貯水池の南東側に進出して陣地を構築するや10日に攻勢に出てきました。ウクライナ軍は新たな防衛線でこれを迎え撃ち、ロシア軍は攻撃に失敗し撤退しています。ウクライナ軍はバフムト市の北西部での攻勢を完全に止めており、高台などの有利な地形を利用して防御態勢をとっています。ロシア軍は他にもクリシチーウカに対して激しい砲撃を加えた上に、クリシチーウカの北側から大規模な部隊を動員して攻撃を行ってきていますが、ウクライナ軍は高台を利用して巧みに防戦し、10日の攻撃も失敗に終わり、損害を出して撤退しています。ウクライナ軍はクリシチーウカ付近では攻撃行動を起こしませんでした。ロシア軍が攻撃してくれればありがたいと防戦していることでしょう。ロシア軍は損害を出し続けています。ロシア軍は他にも9日に続いて10日もドラズバに対して攻撃を行っていますが、この攻撃もウクライナ軍により撃退されています。一方のウクライナ軍の攻撃については報告されておりません。東部ドネツク市方面北側。ロシア軍は10日もアウディーウカ要塞の南側に攻勢を仕掛けていますが、いつも通りに撃退されています。またセベルネに対しても連日となる攻撃を行っていますが、この攻撃も失敗に終わっており、ロシア軍は撤退しています。ウクライナ軍はこの方面でも攻勢を行っておりません。
部ドネツク市方面南側。ロシア軍は10日もマリンカ岳には攻撃を行っていますが、ウクライナ軍により撃退されています。ベリカノボシルカ攻撃軸東軸。ノボドネツクとノボマヨルシケに対しては本日も情報が入っておらず、状況不明です。南部ザポリージャ州方面。ベリカノボシルカ攻撃軸中央軸と西軸。ロシア軍は10日もスタロマヨルシケに対して攻撃を行い、失った支配地域を取り戻そうとしたようですが、ウクライナ軍により撃退されています。またロシア軍はザビトネバジャンニャで予備隊を集めてウロジャイネに増援を送ろうとしましたが、ウロジャイネとザビトネバジャンニャの間の路上でウクライナ軍のドローンに発見され、激しい砲撃で装甲車両もろとも壊滅しています。ウロジャイネは事実上孤立した状態となっており、増援もなく兵力は毎日損耗しています。10日に公表された映像では、ウクライナ軍がウロジャイネの町中心部で活動しており、ウロジャイネの町の南側3分の1ほどの領域に押し込まれています。またウクライナ軍はスタロマヨルシケとプリユトネの間を南に進もうとしていますが、地雷原のため思うように進めていないようです。プリユトネの周辺でも戦闘が続いており、ウクライナ軍がロシア軍陣地を攻撃中です。フリアイポーレ攻撃軸。この方面ではロシア軍の攻撃、ウクライナ軍の反撃ともに確認されていません。オリヒウ・オレホバ攻撃軸。ウクライナ軍はロボティネの東側付近で攻勢を行っており、ロシア軍と戦闘が行われています。南部ヘルソン州方面。本日この方面に関する情報は一切入っておらず、何かの前触れかと思うほどです。南部沿岸域およびクリミア半島についての状況。この方面で大きな動きはありません。次に注目したい事柄です。先日ウクライナの水上ドローンによる自爆攻撃を受けたロシア海軍の揚陸艦オレネゴルスキー・ゴルニャックの損傷部分の画像がアップされました。縦5メートル、横4メートル程度の大きな穴が開いています。修理は可能でしょうが、少し時間がかかるでしょう。やはり損害を受けていました。ロシアの発表は嘘でした。そしてこちらはオレネゴルスキー・ゴルニャックの翌日に攻撃されたタンカーシグの映像です。シグはドックには入れておらず、まだ水上にいますが、映像を見てわかる通り右舷側の喫水付近に大きな穴が開いています。魚雷ほどではないですが、水上ドローンの攻撃も喫水線付近に攻撃が行われるので、艦船にとっては致命的になる可能性が高い損害を受けるようです。T オンラインの記事からです。ドイツ政府は近い将来、ウクライナにタウルス巡航ミサイルを供与することを発表したい考えだ。首相府は現在、タウルス巡航ミサイルとエイタクムスの二重納入につながる可能性のある解決策を米国と検討している。この2つの国は
いつも陰でこそこそ協議をしています。どうせ供与するのなら、早く与えればいいのでしょうけど、いつももたもたしていますし、不透明な引き延ばしを続けています。日本もアメリカとの同盟に頼り切るのはやめた方がいいと思います。この2国は、外面だけで人の命より別のものを優先する国です。信用しない方がいい。今回の一連のウクライナ支援を見る限り、一番信用できるのは英国だと思いました。真偽を尊重する姿勢を感じます。アメリカとドイツは、真偽よりも損得を優先し、フランスは、信念のない風見取りで、信用できない気がします。これは、近藤の勝手な意見です。ロシア連邦ヤクティア出身のロシア軍兵士が、前線におけるロシア軍の困難な状況について語ったビデオ。彼によると、ウクライナ軍砲兵隊は、朝から晩までロシア軍の陣地をクラスター弾で砲撃している。そのため、多くの死者が出ており、遺体を収容することさえできない、と主張しているようです。近藤は、ロシア語はわからないのですが、信用できるサイトでの解説は、そうなっていますので、おそらく間違いないと思われます。ロシア軍の前線の状態が良くないのは、想像に難くないのですが、生の声があると、より納得がいきます。ベラルーシ非常事態省の報告によると、JSC モジール製油所で火災が発生しました。1週間前、ウクライナの SBU は、まさにこの場所で大規模な挑発行為が行われることを、すでに警告していました。8月6日、SBU は、モジール製油所において、外国の旗のもとに、ロシア人による大規模な挑発行為が準備されていることを証言する情報を入手したと発表していました。可能性としてはいくつかあるのですが、2つの可能性について考えてみると、1、ウクライナが主張するように、ロシアがベラルーシを参戦させるために、ウクライナの仕業に見せかけて実行した。2、ウクライナが、ロシアが偽旗作戦を企んでいるということにして実行した。として、どちらに動機が強くあるかというと、ロシアだとは思うのです。今ウクライナがベラルーシに手を出しても何も良いことがありません。ベラルーシは参戦を避けているのですから、そのままにしておけば良いわけで、ベラルーシの態度を変えさせたいロシアの方が動機が強いでしょう。ロシア軍は、チョンハル近郊の現在の橋の間に、ポンツーン式の横断歩道を建設しています。これは、ウクライナ軍による橋へのミサイル攻撃の後の出来事です。地元当局は、被害は重大なものではないと主張していますが、仮設橋が必要な程度であることはわかります。現時点で、復旧のめどについての発表はありません。ご視聴ありがとうございます。今回の新防衛研究チャンネルはいかがでしたでしょうか。今後とも新防衛研究チャンネルをよろしくお願いいたします。コメントやチャンネル登録もどしどしお待ちしております。次回もお楽しみに。